おはようございます。こんにちは、こんばんは。刹那圭介です。今回もラルムやっていきたいと思います。パート4あたりだったな。オッケー。おお。そうだ、このタイミングで終わったんだった。おらおら、どけ、あ、もういいよ、それ。もういいわ、それは。よし。一回の攻撃で1ダメージを食らうようになったんかな、これって。あ、突っ切りたい、突っ切りたい。突っ切りたいんです、突っ切りたいんです。あ、突っ切りません。あ、突っ切り、あっ、くそ。下行くか、まっすぐ行くか、行くか。その前に、初めての回復。普通に回復。左上、あ、なにあれ、なにあれ。誰かがいる。手だけ動いてる。ちょっと、調べてるよ。調べてるよ。倒せた倒せた倒せた倒せるんかい。ちょっと、A ボタン押してみたら、倒せたよ。倒せて、倒せた。なんだれ。え、マジで。ここ、ひび、本当にハンマーで壊せんのかな、壊せんのか。壊せ、てか、あの手のやつ、倒せたんかよ。さて、あれ？これ、張り紙になんかなかったっけ、これ。さあ、一人。あ、呼んでる途中なんで、やめてください。あれ？これ、ちょっと、よく見たらなんか、あー、やめろよ、ボケ野郎。くそ。よく見たら、男子トイレと女子トイレの看板のところ。下になんかちょっと色がついたな、セラピックは。できるだけ戦いたくないっつうのに。できるだけ戦いを避けるためには回避の、回避を学ばないかん。よし、あっ、あ、そっちかよ。パワーやろ、くそ。できるだけ戦闘を避けたいんだ、俺は。なんもないんかい。せっかく HP やっつけ、食らってまで。食らってまで行っているのに、影かかっている。てことで、なんか影持っとったっけ、俺。あー、くそ。やばいぞ。俺、何の影持っとんや、今。使ったもんばっか。あかんぞ。もう先が真っ黒やぞ。真っ白なん？まあ、いや、どっちもいいや、もう。よし、あす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 、オッケー。影かかってる。くそ、どこだ、どこに行けていいんだい。ここは、懺悔室？その前でも問題、あ、よし、危ない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 。危ない、危ない。個室、あ、個室か。個室？今は入らない方がいいっていう個室だったっけ？そうなんじゃ。あんま覚えてないわ。個室 H、ここ入れなかったところです。入れるようになっとったとか、そういう問題の前に、敵群がりすぎやろ。あれ？入れるようになってる！ここ入ってないよ、お前。色を覗き込みますかはいいんやけど、ちょっと動いてきてる、動いてきてる。あっす。あー、入ってるあかんところに入ってもた。セーブしてない、セーブしてない。カーッ。はい、戻ってきました、戻ってきました、戻って、あ、セーブ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 忘れてた。突然セーブさせてね。セーブしとかなあかんねないか、バカ野郎。よし、これでよし。で、移動ですね。てか入った瞬間ダメなんやな、この周りのやつは。移動。覗き込んでみる。ニュルと伸びた手が掴んできた。あー、あかんやつだった。だいたいこういう、覗きますか的な選択肢の時は絶対こうなるんや。わかったわかった。マジかー。けど、もしかしたらのことがあるけんね。ちょっと調べてみなあかんよね、こっちは何？なんもない。くそ、敵が多いわ。やばい。気になるん、こっち。これなんもなし。これは、あ、そうだ、ここまで来るときに発見したんやけどね。これタイミングよくうまく切りつければダメージ負わんで済むらしいですわ。そういう感じ。来いや、ボケ。よし。あ、スルーできんかった。お前何、お前そんな変なところでいいポジション獲得しとんなな。これなんかないんかな、壁とかになんか。よし。こういう感じでね、タイミングよく切りつければダメージ負わんで済むらしいです。これを上手くなるように。エース！オッケー。自分の手前に敵が来るのを待って、エースって感じ。あ、なんこれ？事務室でゴーストスコープと呼ばれるものがあった。事務室？何に使えるのか分かっていない。ゴーストスコープ。
ゴーストスコープってなんだ。ゴーストスコープ。ゴーストスコープ。オーケー。ゴーストスコープか。事務室？事務室って入ったことあったっけ？ちょっと覚えてないけど。入ったことあるとしてなかったよーって話なんやけどな。こっちかな。あー、なんで今ちょっと音したの？無駄に音鳴らすの。やめい！これな、もうないよな。新しいもん増えとるとかそういうんじゃないんやな。増えとっても、いいやろう。ナイフで切ったらガガンガン。あれ、この中ではナイフ切れんのか。なるほど。休憩室だからね。それは逆に言うは敵が出てこんってわけです。ここに敵が、おらんかったところに敵が出てきたあたり、なんかいろいろ、もう一回調べたらなんか出てくるよ的な感じが想像できる。できるんです。できるんです。あ、これは見たわ。これは見たわ。できるんです。できるんです。なかったわ。なかったわ。何もなかったわ。無駄足だったわ。さて、こっちか。あっす。左のオレンジのやつ。そんなところにおっても意味ないとかわからんのや。かわいそうに。あ、倒せた。2マス先まで倒せるんじゃ。ちょっと振ってみたら倒せたわ。えっ、当然必要ないように倒しておく。ちょっといやらしいだろ。ドSだろ。ってことはね、とりあえず上に戻ってみましょう。えっ、入らない方が良さそうだ。女の勘強すぎるもんね、この子。前回それで悲惨な目にあったもん。えっ、ここ入ったよな。てか、大教師の部屋。鍵かかっとった。そうそうそう、入れん入れん。ここら辺なんかあるんじゃないです。どこ入ってない。入ってない入ってない。あえてここ入った。ここ入ってなんもなかった。あ、こっち確認してないわ。こっち見てなかったな。いや、一回見たんやけど、もしかしたら新しく増えとるってパターンがあるよね。トイレはこういう、あ、やっぱなんかある、これ。おやっしゃー。ようか、前回の場所はどうやら処刑室らしい。大教師は一体何を考えているのか。私はまだ調べる必要がありそうだ。私って女性なのこれ。いや、男性でも私って言う人はおるけどさ、レポートとかね、そういうんには、報告書とかにはそういうんおるよね。いやー、確か、今の何形質やったっけ。もう忘れたんやけど。生徒を前に見た、事務室か。その二つに何かありそうと見える。なんか不自然。あっ、あっ、あく、やられた。あく、二マス先で掘る間に攻撃するってんやつだし。まだなんか引っ張るで、さっき殺したはずやーって。じゃあお前何なんだっけ。え、これしたところで何もなし。あらあら、ハンマーも今のところまだ使ってないもんな。どこで使うんだろう。さーて、じゃあ事務室です。事務室ともう一つ何だったか忘れたけど、何とか室。なぜか開かない。悲鳴も聞こえない。やられた、あいつやられた。あの女の子叫んびよってやつ、叫んでいたやつ。やつ、あ、入ったらあかんやつ。入ったらあかんやつ。入ってみたくなるやつやけど、入ったらあかんやつ。どうやったっけ、事務室。てか、こっち見た。相談室。あ、相談室は敵おらんのか。相談室はさすがに、相談するためのムードを作ってくれるんや。いいね。そういうちょっと、マナー的なものあるんや、あの幽霊。うん。ただ暴れる幽霊だったらダメなんだよね。暴れるけどマナーは守ってくれないんだね。あ、また弾いてるな、この音。あいつ、あのピアニストの幽霊。ゴースト。なんか増えとうってわけじゃないんか、ここも。あ、これ知ってる。知ってるわい。ここも特に変わりなし。あれ、こんな絵あったっけ。あったんでしょうね。見たことないような絵だったけど、調べても何もなかった。それより事務室じゃ、さっきのなんかヒントっぽいんがあったし。個室4。個室は空いてない。
それは分かっとる。事務室だよ。懺悔室。懺悔したらあかんパターンのが流れとるもん。だとしたらなんだなんだ、もう進展が見つからんぞ。それより事務室どこだったっけな状態やもん。じゃあなんか進展があるまでカーッ。あ、とうとうひびが入っているのところが来た。もしかしてこのハンマーでこの壁壊せるかも。いけーボーガン。もう少しこういうちょっとずつ湧いてる感じの。よし、この程度なら入れそうね。入るんマジで。間違えて押しちゃった。間違えて、なんだったっけ、スタート画面に一瞬で戻るやつ押しちゃった。押しちゃった。でへ、じゃあさっきのところまでカットね。ウィーズ戻ってきました。ただちょっとすみませんね、なんかあれですわ、スタート画面に戻るやつ押しちゃってね、間違えて。それも押す、ゲームパッドに設定しちゃったんで、ちょっと間違えて押しちゃってこんなことに。というわけで入っていきてま、いきます。セーブしました。セーブしたんでね、やっぱ敵は終わる。当たり前か、お前何をそこで間違えまれとんねん。あーもう嫌なやつ。何をお前こっちから抵抗できるような立ち位置を取ろうとしたんだな。ただ戦うにも慣れてきたよ。なのか、ついに尻尾をつかんだ。ここが隠し場所らしい。なんて場所だ、まるで処刑場ではないか。このことはまだ秘密に。まだ処刑場の話し始めた。なんとかなんとかってアイテム、まだ忘れた。まだ忘れたけど、なんとかなんとかっていうアイテムを処刑場に隠しとうって言うたけん、これのことなんだろうなぐらいの。人の肉らしきものが混じって見える。あまり行事できない。ああ怖い。ここで何が行われていたんだ。命をかけたゲームの行われていたのか。グロいわ。暗くて見えない。ああそうかそうか、懐中電灯ですね。いやじゃないわ。こっちこっち。外す、全部外す必要なかった。敵が出てきたもんからんけんないけど、あと懐中電灯、道具、何か道具があれば届きそうだ。道具、これじゃあ、これじゃない、違うの、これ紐じゃない、紐じゃない、これ、え、これじゃない、これじゃない、なんかスイッチがあるんや。紐じゃないだった。でもそれっぽい気はするんやけど、届きそう。はしごでも持ってこいって言いたいのか。とりあえず進展があった、いい感じ。これぐらい、これぐらいか。 OK、 じゃあ装備元に戻そう。懐中電灯、ハンマーに変えるの巻き、ハンマーの場所もないよね。 OK、 だいぶもうちょい行こうか。イエス、この粉砕する感じだと楽しい。取り点はもうちょいしたら終わるくらいかな。どこが変わった。イエス、あ、ちょっとイエスかけ、ちょっと戦闘慣れきってしまったよもう。どっかないかな、どっか空いたところないかな、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 ないんかな。もう一回入ってみようか。最後の最後にもう一回入ってみるパターンのやつや。ああ、外せ、外さな、外さな。だからこれ別にあれじゃない。懐中電灯ぐらい入れ、持たせてくれればいいやん。うん。そうだ、あかん。少ない、少ない。右に行ってみる。あれ？ちょっと待って。え？死なんぞ。あ、死ぬやつ始まった。え？これ何の条件があるのこれ。ちょっとの間死なんかったよ。前行ったの、行ったら死んだところが。よくわからん。まあいいや。今回はこの辺にしたいと思います。このゲームオーバー画面で終わるもんなんか、なんか嫌やけど。はい。では、これ、今回は以上で。ご視聴ありがとうございました。
See you again.